中日は果たして山川穂高、中田翔の獲得に動くか4番ファーストが補強ポイントになっているが、トレードなど動きもあるので最新版として考えてみました。まずは西武の山川が FA 宣言をしたらソフトバンクが大型契約で獲得するのかという点についてですが、ソフトバンクは11月6日に巨人からウォーカーをトレードで獲得した。巨人からソフトバンクに移籍するウォーカー選手は、アメリカ出身の32歳。去年、アメリカの独立リーグから巨人に加入すると、 124試合に出場し、23本のホームランを打ちました。今シーズンは57試合に出場し、ホームラン6本でした。今回のトレードは右の強打者を補強したいソフトバンクと、投資陣の充実を図りたい巨人の思惑が一致したものとみられます。右の強打者という点では山川とかむります。この巨人からオーカーを獲得することは、不縁が予想される山川にどのような影響が出るのかに注目です。続いて中田翔です。 中田は巨人と3億円の3年契約をしており、普通にしていればあと2年間は3億円ずつもらえる契約である。ただ、この中田賞の3年契約は選手側が1年ごとに契約の見直しや破棄ができるオクトアウトの助行がついているようで、出場機会が今年減り、 来年も同様にレギュラーでの出場機会が巨人では減少する可能性が高いため、フェイ宣言をするという噂が出ていた。今年の巨人は坂本がショートからサードにコンバートをして成功した。サードにいた岡本がファーストにコンバートとなったことで中田翔は岡本とファーストを争うことになるのだが、巨人ハイ抜きの4番バッターを差し置いて出場することは考えづらい。 さらに若手の秋広もいるため岡本と併用するのは若手という考えになるのは想像できる。中田自身はファーストでの守備が甘くプライドもあると思われ、現在34歳の年齢を考えると、出場機会を求めて FA 宣言すると見られていた。ネックとしては年俸が3億円と高額なことがあり獲得に出る球団が限られるということである。 ソフトバンクや西武など可能性はありそうだが中田本人としてはもともと日本ハムのカリーグから無償トレードという形でセリーグに移籍してきたので FA 宣言してカリーグに戻ると出場機会を失った中田翔にチャンスを与えた日本ハムに対して裏切りになる部分があり中田本人はそのようなことを考える可能性がありますそして10月28日に発表された矢野健二氏が巨人の一軍打撃コーチ就任というのが中田には大きいと思う矢野はもともとは巨人でプレーをしており 07年に代打逆転満塁本塁打をマークするなど、勝負強い打撃で貢献。13年には53打数19安打、打率3割5分8厘と驚異の代打成績を残した。15年6月にトレード移籍した日本ハムを18年限りで引退。その後はレンジャーズにコーチ留学し、日本ハムの1位、 2軍でコーチも務め今季は日本ハムのスカウトを務めていた。矢野は日本ハム時代に中田翔と一緒にプレイをしており兄貴的存在なので出場機会の減る中田翔のモチベーションを維持する話し相手として期待できるし、中田に場所ができることで巨人残留という流れができている。正直、まだ中田翔が FA 宣言をするかについては不確定であるので注目したい。 このような状況から中日は4番ファースト問題があるが補強できない可能性もある。これまでファーストを守っていたビシードは2021年オフに総額1000万ドルで、新たに3年契約を結んでいるので来年までは契約が残っている。来年からは日本人選手扱いになるため使いやすい状況ではあるがホームランを期待する立浪監督とのギャップが大きいので、出場機会は今年と同様に減少することが予想される。さらにビシードの年俸はドル払いされており急激なエニアスの影響もあり、 当初の年俸は日本円では3億8000万円くらいだったのだが現状のレートに直すと年俸は約5億円となっており来年の残りの契約が終了したら劇的な金額調整が必要となる状況ですビシエドが3年契約を結んだ時が1ドル113円で今は150円近くしかしこれは日本の国力が落ちたから国力の落ちた国の発行する通貨は当然価値が減少し 基軸通貨であるドルに対してどんどん安くなる。そのせいでビシエドが5億円を手に入れたからと言って、なぜそれでビシエドが非難されなければいけないんだこんなものは、自民党政治と日銀と財界の責任であって、野球選手の問題でも何でもない、理論のすり替えだよ。逆に円高に触れれば、ビシエドの年俸は3億にでも2億にでもなる。ただ、本人はドルで受け取るだろうから、あまり関係がないと想像する。日本で家でも買うというなら、 エイリアスは喜ばしいだろうが、これらの状況を踏まえると4番ファースト問題は全く解決しない。宇佐美をファーストコンバートとかではなく4番としてチームの主軸を打てるバッターが理想である。立浪監督の3年目ということで結果が求められるのである程度実績のある即戦力な選手を獲得する必要がある。中日がでで、きることはただ一つで 他のチームよりも1番4番ファーストで活躍できる選手を求めている、ということを訴えることではないでしょうか。山川か中田翔のどちらかはぜひ取りたいものである。ただ、状況を見ていると山川はソフトバンクに気持ちがあるので中田翔を獲得するのが良いのではないでしょうか。来年からさらに3年で年俸3億円でインセンティブで総額12億くらいでっ契約をしてほしい。 そして中田翔の活躍するための環境整備として楽天から西川や巨人から中島を獲得することで世代のバランスを分散させて、中田にはバンテリンドームでホームランを狙ってほしいと思います。私のこの考えは皆さんどのように考えますでしょうかコメント欄にご意見をいただけると嬉しいです。いいねとチャンネル登録をよろしくお願いします。山川はまだ若いしサードも守れるし、野球に関しては真面目というか指導者としてもチームへの影響は大きい。 指導者として見るのはまだ早いが若竜の伸び悩みに刺激を与えてくれるのでは、石川はまだまだ怪我がちなところが心配だしビシエドもわからない。今の戦力で5分の戦いは期待したいが、上位進出にはこういった戦士も必要に思う。ソフトバンクはオーカーの獲得で撤退したような感じだからな。山川が権利を行使しないとか何らかの情報を掴んでいるのかもしれない。それならそれで中田が権利を行使した時に中日は動くか 中田の年齢を考えても3年も主力として活躍できる確証はない。同世代の巨人。坂本、丸、広島、秋山、ソフトバンク、柳田らが全盛期ほどの能力を発揮できなくなってるし、同体視力など目の衰えだって何時やってくるかわからない。12年で良いというなら外国人を獲得するよりはリスクが低いし、石川。 細川の前後を任せればマークを分散させることはできると思う。少なくとも中田選手は宣言すれば出場機会を求めての FA になるわけですから、高額な年俸を掲示できなくてもビシ江戸選手や他の一類士候補者未選手とかでしょうかと平等に競わせる。といえば年俸を高額掲示できなくても獲得できると思いますよ。そして平等に競わせた結果どちらも同じくらいで、それなら若手の方を起用しようとなれば、それはスタメを脱手できなかった FA 選手に責任がありますから、 球団に非はないですし、中田はビシエドと年齢そんな変わらないから、来年急に衰える可能性も十分あるわけで、取りに行くなら山川でしょ。ファンからすれば絶対取りに行ってほしいが、いつものドラゴンズのことを考えれば、調査報道は出ても競合がソフトバンクとか巨人が出てくれば、さっとフェードアウトだと思う。ここで中日が本気出して山川取りに行ったら、中日新聞社多少見直すけどな。中日は過去、太陽を退団した中山を復帰させたことがあるし、 スキャンダルを起こした選手には寛大だ。しかし、仮にソフトバンクを凌駕するほどの大金払って、山川や中田を獲得したとして、大した成績残せなかった時は、大変な痛手となり、チームの雰囲気はさらに悪くなるだろうから。 そのリスクにどう向き合うかだろうな。ビシエドの貢献度は素晴らしいものがあるけど黒は実力の世界。ビシエドを来年も戦力として考えているようでは中日は変わらない。ビシエドを外して山川を本気で取る気があるなら来年は期待できる。山川の相場がいかほどのものかわからないけど、山川を取れるだけの資金力があるなら他に回した方が建設的だと思うけどね。FA 遺跡ってだけでも契約金やら保証やらで年俸額以上に割高になるはずで。 谷重波とまでは言わないまでも長く活躍できるならともかく一過性の補強としては割に合うとは思えず、切りにくい日本人選手であれば不良再建化しかねない、実中ハックないだろうけどこれで人的保障を選択された日には、球団自らスカーティングと育成の能力がないことを宣言したも同然になる、必要以上にコスパを求めるものでもないだろうけど、外国人選手の代わりに山川や中田を取ろうってことなら、現有戦力の底上げや新人発掘、 あるいは、有能な指導人の将兵にそのコストを回した方が良いんじゃないかなと。難しいなぁ。いろんな意見がありますよね。大金出した、個人的保障も覚悟するのなら、より長くプレーできそうな山川選手が良いと思うけど、若手が多いドラゴンズには中田選手も大いにプラスになりそう。だけど、どうも谷繁さんや和田さんの獲得を狙っている時ほどのワクワク感がないんですよね。なので、個人的には今大塚コーチが探しに行っている外人選手だけでいいかな。 と、ドラゴンズは資金があるのか、12球団の中で、年俸が下から2番目と記憶しているだから、ドラゴンズの選手は、貧乏くじ引いたみたいだと思っているまあ、中日新聞の地方紙ではたかが知れているし、子供さんの学校が変わることへの危惧で悩んでいるようです。在京球団なら OK だと思うが、果たして名古屋本拠地のドラゴンズへは入団するのは、難しいのではないかと思う。文春によると立浪監督は山川を取りに行くと口にしたっぽいような、 加えて高卒ドラさルッキーで故障明けの森山を育成にしたのは人的保障対策という説もある。実績は乏しいけど上位指名で、18歳ながら2軍で高騰を続けたので、若返りに着手中で若手を守りきれない中日的にはない話ではない。そういった状況証拠通りであれば山川や中田の獲得に動くだろう。もっとも、 長距離法に大事な看板であるホームラン数が激減しかねないバンテリンが本拠地の中日に呼ぶには、よほどの交代具でないと難しいと思う。山川は女性問題と半年近いブランクの影響。中田も過去の素行や年齢と故障がちといった、それぞれの懸念もある。だからこそ獲得の目もあるいう考え方もできるが、 なかなかにハイリスクだな。中田はもう下り坂だし大金を払って人的保証までして入らないだろ。山川は報道では DH 制のカリーグ希望みたいだし、日本で一番ホームランの出にくいホームで2年連続再開のセリーグのドラゴンズに入団するとはとても思えないけどね。個人的にはレフトかサードを守れる左打者が欲しいな。今季チーム成績とは関係なく、バンテリン毎日満員だったから、儲かってないのかな。 知らんけど、その資金で山川取れんかな。4番に強力な選手一人いるだけで、脇を細川、石川で固めれればかなり強力打線に生まれ変わるよ。彼らが一人前になるのは、もう少しかかりそう彼らの成長のためにも、4番照選手は魅力。リシエド4番はやめてほしいから、西部を含め山川に興味ある全球団が低い水準で年俸提示しない限り、渋賃の中日が手を挙げることはないように思います。ま、 人的保障に関しては、中日と西部は同じ投稿立てなので、利害関係からして金銭を選択する可能性も高いと思いますが、今や高校球児たちの行きたくない球団1位になっている中日ドラゴンズ、強さだけではないと思うんだよね。正直言って山川加入で戦力は上積みされるだろうけど、女性ファンは、スポンサーは、まだ被害者と示談すらしてない選手を獲得するのは危険期はあまりないと思う。ソフトバンク山川取りに行くのだろうか、巨人からオーカー獲得したから、 山川使うところないんじゃないのかな週日には少し獲得のチャンスが出てきた気がするけど、ビシエロに大金払って残留来期までの契約が残っている。大塚コーチが視察している以上、二人の獲得には動かないのではフンとしては、 中田翔さんのようなやんちゃさが今のドラには必要かと。山川も中田も欲しい。でも金宣言が、ドラゴンズを強くするにはまず中日新聞がドラゴンズにしがみつかず手放すことだ。金の出せない企業が黒や救急団を持つべきではない。トヨタには足そう。山川か中田を人的保障も必要な FA で取るくらいなら、ステッド外人をリストアップした方がよほど良いでしょう。二人とももう若くもないし。 過去に問題を起こして干された選手。わざわざ球団の評判まで落として取りに行く必要もないでしょう。山川には選択肢があるようで実際はない。単年契約が彼の要望なのか、ライオンズ側の要望なのかは知らんが、さっさと宣言して中日かホークスへ行ってほしい。中日は中村のりの前例もある。ただしこれは落合いというカリスマがいたから成し得たことな気がする。落合は当時森野がいると4回断ったらしいけど、 山川を立浪が良い方向に持っていけるかと言われると疑問しかない。山川も中田も見向きもしないで、オリックスの野球を目指してもらいたいけど、立浪監督体制時には、目指すことすらしないのだろう。仮に、山川が獲得できたとしても、バンテリンドームでどれだけのホームランを打てるのか ?FA 待ちではなく、先発1枚リリーフ1枚出血する覚悟がないと、シノジはナーナーのお友達だし、選手もお互いに傷舐め合ってるし、 地元ファンは地元選手に甘いから、いつまで経っても強くならない。山川、なりふり構わず取りに組んでなかった。そうでなければ、中日球団は、本気で、客さえ入れば、お笑い球団でいいと割り切っているんでしょう。身売りしなくてもいいけど、プロ野球の勝負にこだわるオーナーに代わってほしい。山川取ったら、撤回しますが、長らくマネー戦線から撤退し、球団初の連続、再開。 ミスター D 監督の最終年。何年ぶりかのデコ入れ大金補強も株主も理解してくれそうな雰囲気はないですかね。バンテリンでは中田はホームラン打てないから戦力にならないと思います。日ハム、巨人と繋がり強いロッテが一番良いと思います。